エペ難しいのですよ。なんかな、なんだろう、運要素は強いよね。わりかし運要素強いイメージ。大人よりもエペの方が難しい気がする。いや、フォートナイトは頭バカ使う。いや、フォートナイト普通に頭使うよ。まあ、エペも頭使うんだろうけども、レプリケーターが来るよ。もう途中ごちゃごちゃになるもんな、フォートナイトは。試合とか見せても、なんでそれ頭回転できるみたいな。てか状況がまずわからんみたいな。エペクスはなんかわりかし、まあ状況はわかるよね。あ、この立ち位置でここでみたいな、ウルト焚いてみたいな感じの行動はできるけど、もうフォートでわけわかんねえ、どういうことっていう。